高級トラベルは、国内旅行を対象に旅行代金の半額、もしくは1人1泊につき2万円が補助されるキャンペーンです。落ち込んだ観光業を支援する目的がある一方で、東京や大阪などで新型コロナウイルスの感染者が急増していることから、駅や空港といった旅行者の玄関口では感染予防対策が求められています。 このうち富山空港ではキャンペーンに合わせて今日から国内線の搭乗口と到着口に1台ずつサーモグラフィーを設置し利用者に体温を確かめてもらうことにしました飛行機に乗る利用者がカメラの前に立つとおよそ1秒で顔の表面の温度がモニターに映し出されます 温度が37.5度以上と表示された場合は、音声で警告され、航空会社などに対応を相談するよう呼びかけます。これからのご旅行をです、ね、より楽しくしていただくためにもです、ね、確認をしていただくということは大事なことじゃないかなというふうに考えております。 なかなか気づいていただけないお客様がほとんどでありましたのでそこら辺は今後の課題ということで案内なんかももっと分かりやすくするなど検討をしていきたいというふうに考えております。